今日はまあ2連勝が今シーズン初めてできたので結果としてはすごい良かったかなと思ってます。でまあ前半だけいいプレーができたんですけど、まあ、反省点としては後半がやっぱ失速してしまった部分はあったので、まあ、それをいかにこう自分たちのバスケット40分間やるかっていうところを改善点かなと思います。以上です。